今ちょうどやってるじゃない、2019年ラグビーワールドカップ。あ、そうですね、ラグビーワールドカップ。だからいろんなところでラグビーのイベントだったりとか、はい、パブリックビューのイベントとかあるわけじゃないですか、はいはいはい。ウーロンパークさん先輩の、はい、加藤さんがラグビー芸人ということで、もともと国体まで出てましたから。そうそう、で今もラグビーをやってる方で、はい、まあそういう経歴を生かしてそのラグビーのイベントに今いっぱい出てますよね。めちゃくちゃ出てますよ。その新浦安で3日間ラグビーのイベントあったんですよ、はい。3日間ウーロンパークさんがメインで、はいはい、その時多分初めてだよね、ほとんどしっかりこう絡むのはね。で、2人ともすごくよくしてくれて、はい、楽屋が一緒で、で、加藤さんと喋ってて、で橋本さんがタバコとか過ぎたのかな、はい、外出てきてさ、で喋ってて戻ってきた時にさ、また言ってたわって言い始めたんですよ、はいはいはい。でそしたら加藤さんが、え、マジ？またって言ってて、え、僕らどうしたんですか？どうしたんですね、どうした。いや、なって、俺ら3日間いてん、ここっつって。で、3日間いて、今日最終日やろ、はい。で、1日目、2日目、3日目、毎回その館内アナウンスで桜新町からお越しの入船様っていうアナウンスがちょくちょく流れる。しかもそれが3日間、絶対に流れるって言ってる。だから、あの入船様が3日間見つかってないんですよ。見つかってない。行方不明になった入船さんがいる。東京とかね、都心の方じゃないと分かんないと思うんですけど、新浦安から桜新町めちゃめちゃ遠いですよ。千葉と東京でもだいぶ離れてるんで、じゃだから通いじゃないじゃん、もうその距離は。きっとだ3日間多分なんかの関係者でいるはずなのに、うん、一切現れないから。桜新町の入船様ずっとね、ほんまもう早く見つかってって言ってる。ずっとすごかったよね。あ、なるほど、さっきの桜新町からのお越しの入船様、入船さん見つかった、入船さん。違う違う違う、これデパートの隠語だよ絶対って。窃盗とか万引きとかいた時にそれを言ったら、今そういう人いるから気をつけてねとか多分は知らないじゃん。そんな多分あれか、桜新町も多分なんかあるんだろうな。あるでしょうね、うん。で入船様もこれ本当に桜新橋の入船様いたら最悪だよ。マジで。そうなんだね、やっぱ隠語とかあるんだよな。